はい、ご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは兵庫県の内陸部にあります北播磨というエリアから河川の堤防などを歩いて野鳥を撮影し季節の移り変わりをお送りしております。で、先ほどカワセミがダイブするシーンがあったと思うんですがね、ついついカワセミの動きに釣られてしまいましたね。まあ、ああいう時もね、しばらくちょっと我慢してねカメラを固定するぐらいの方がいいんですけれどもね。で、今日はねちょっと普段歩いている場所とは違う場所、どちらかというと、まあ、下流域になるんですがね、この場所の特徴はね、野鳥の目線の高さに近い位置からね撮影することができるということでね、先ほどご覧いただいたカワセミもね、ほぼカワセミと同じぐらいの高さの位置から撮影することができておりますね。こういった場合ね、背景が遠くに撮れるという、まあ、そういった利点がありますよね。まあ、奥行きが出るというのかな、そういうことが可能です。普段堤防の上から見下ろすような撮影ばかりねしておりますので、まあ、こういった場所というのは私にとってはちょっと、まあ、貴重な場所になりますね。先日ねちょっとテレビを見ておりますと、ボクシングのね試合を撮影されているカメラマンの方がおっしゃっていたことなんですがね、ボクサーのコックピットから撮影するような気分でとおっしゃってたんですよね。これはちょっとなかなか面白い話だなと思いましてね、何でしょう、エヴァンゲリオン的な、マジンガー Z 的なとかそういう話ですかね。つまりそのパンチを繰り出す選手の気持ちになって撮るというようなことですかね。その表情からいつパンチが繰り出されるのか、まあ、先読みするというのかな、そういうことであったと思うんですけれどもね、そういった意味でね、このカワセミのコックピットから撮影するような気分でということなんですがね、何でしょう、この鳥というのはね割と無表情に見えるじゃないですか。なんていうんですかね、まあ、このカワセミのこの、まあ、捕獲テクニックというのかな、まあ、不意打ち的なね、まあ、いつこうダイブするのか読みにくいというのはないですかね、どうなんでしょう。時々も決定的瞬間をね撮影されている方もあるようですので、ぜひねそのコツをね伺いたいと思いますけれどもね、ちょっと赤く見えているのがね鯉ですね。この河川にはねたくさんの鯉が生息しておりますけれどもね、鯉は外来種ということでね、迂闊に放流してしまうとちょっとまずいことになりますのでね、そう、外来種といえばね、この間テレビを見ておりますと、クサガメが外来種であるというのをねさらっとこうね流してましたけれども、それはちょっとね私は知らなかったのでね、ちょっとショックと言いますかね、へえそうというような感じになったんですけれどもね、まあこの河川には最もよく見られると言いますか、見つけることができるのがミシシッピアカミミガメですね。こちらもよく知られた外来種なんですけれどもね、まあ、クサガメもイシガメも見ることができるんですけれどもね、こうねイソシギを撮影していましたら、セグロセキレイがね近寄ってきて何か勃発するのかなと思いきやね、どちらもマイペースでね、まあ、すれ違うだけでしたけれどもね、お互い縄張り意識が強いんですけどもね、同種相手でない場合はねこのように
割とあっさりとした対応でね、それぞれが自分の餌を探しているような状況でしたね。まあ性格的には似た者同士だと思うんですけれどもね。このように、まあ、イソシギもね今回、よく見ることができましたね。この河川ではシギの仲間はね近いね、草シギもおりますけどもね、ちょっと近すぎて逃げられそうな気がするな。これこれもほぼ目の前にねカワセミがいたんですけれどもね、ちょっと近すぎてね、動きに気を使うこちらのカメラマンがねぐらいの距離であったんですが、そーっとね腰を据えましてね、まあ、できるだけアップで、せっかくのチャンスですのでね、それこそカワセミのコックピットに座ってるような気持ちでね、まあ、ちょっと撮影してみたんですけれどもね、まあ、ちょっとなんですかヒーローもののね主人公にも見えるじゃないですか。そうしましたらね、この奇跡霊が何やら怪しい動きをねしてたんですけど、何なんでしょうね、飛び方が妙なんですよね。これ何でしょう、 U ターンを繰り返したというかブーメランのように何か虫でも飛んでいたのかな。何ですかねこれ、ま、今時虫が飛んでいるとはちょっと考えにくいと思うんですけどもね、可愛さがねこのちょっと下流域の方にもねまだこの数は少ないようですが、来てくれてたようなのでね、まあ一安心といいますか、このようにねカワセミがこう下流域でもたくさん見ることができたといいますのはね、上流で結構大規模なね工事が行われておりまして、その辺りに生息していたのがね移動してきているんじゃないかと思いますね。ヒドリガマはねもうその工事などお構いなくねすぐそばでねこのようにたくましく食事をしておりましたけれどもね、こちらはねちょっと全く別の場所でございましてね、今日実はね車が朝エンジンがかからなくてね、ちょっとこう車屋さんに聞きましたね、ちょっと充電が足らないようですねということなのでね、ちょっと遠乗りがてらね行ってみたいピンポイントでねそこがありました。普段堤防を歩いているんですがね、この場所はちょっと堤防は歩きにくい場所ですのでねピンポイントで訪れてみました。まあ、かつてねここに行った時にはヒドリガモなどもいたようなんですがね、今回は先ほどご覧いただいた奇跡霊とかコガモがね結構このようにたくさん来てましたね。この場所はねもちろんこの北播磨ですから加古川の流域になるんですけれどもね、ちょっと入り組んだ場所になりましてね、まあ、あの風景を見ただけで場所が分かる方ももちろんおられると思いますけれどもね、こういうふうにねちょっと困った時に助けてくれるのがね、ジョビ先生でございましてね、かなり危険な位置から、場所から撮影してますが大丈夫かな。ちょっとやられても危なかった ね。でもね普段は結構厳しいジョビ先生なんですけれどもね、このようにね助け舟を出してくれる存在でもありますね。撮影の極意というのかな、ボクサーのコックピットから撮影する、そういった気分で撮影するんだというね、つまりこうボクサーがパンチを繰り出した瞬間にシャッターを押しても遅いわけですよね。ですからボクサーの表情から、あるいはその相手が繰り出すチャンスというのをね見極めてシャッターを押すっていうね、これはなかなかの極意だと思ったんですけれどもね、その方法がこう野鳥に通用するのかどうかですけれどもね、カワセミの動きを見てますとね、こういきなり、まあ、不意打ちのようにねダイブしているような
感じがするんですけどもね、いかがでしょうかね。まあそれと野鳥の目を見てましてもね、それほど表情がわかるわけではないのでね、まあサギなどですとこうずっとこう獲物に集中するようなそういった仕草が見えるのでね、そういった場合にはね、そういう手法が通用するかもしれないんですけれどもね、あらゆる野鳥に通用するかどうかはちょっとわからないというところですね。このチャンネルでは兵庫県の内陸部にあります北播磨というエリアから河川の堤防などを歩いて野鳥を撮影し、季節の移り変わりをお送りしておりますね。最後にね、ちょっとカワセミのアップをねぜひ皆さんもね、カワセミのコックピットにね、立った気分をね味わっていただきましょうかね。気が向いたらねまたお越しください。本日はありがとうございました。